例示していきましょう。まずこちらのグラフをご覧ください。産業比率のグラフになります。工業比率は、まあいいんです。見ていただきたいのがこの住宅と商業のところです。今見た限りだとまだ 30% と全然建物が建つ状況にあります。なので、1961年の2年目は、まず人口3000人を達成させたいと思います。前回はもしかしてなんですけれども、ここのページ、実績とかクリア条件が見れるところで3000人以上っていうのを見なかったから3000人超えたとしても達成できなかったんじゃないかなと思ってます。だから今人口増加数550人ってなってて、あと2500人増やせればいいんですけども、まずはこれをすぐにクリアさせたいと思います。そうすればあとは黒字と工業比率を上げるだけなんで簡単になってきますね。はい、ということで早速やっていきましょう。では下画面移ります。人口増加数はまあ増やし方は簡単です。鉄道をどんどん駅を増やすだけなんです。まだ駅をあまり建ててないんですよね、今の状況で。はい。特にここの線路、ここら辺の線路があんまり駅がないみたいなんで、今回は駅をたくさん建てたいと思います。そして、資材置き場を置いて、さらに開発できるエリアを広げたいと思います。だから今回カット結構多いかもしれないな。結構ね、無駄に多くてもいいかもしれないね。こんな感じでしょう。で、こっちにも1個建てとこう。で、こっちには、1つずつ駅を建てていこう。ここら辺とかね、そう、黄色くなってるところが資材がないんで、資材ができるだけあるようにしたいね。ここなんか微妙だな。できればさ、よいしょ。ホーム数でちょっと無理な感じだけど、こんな感じでやって通せばもっと開発のあれが良くなるんじゃないかな。そうしよっか。まあ、ちょっとコストはかかりますが。まあ、プラスになればいいだけだから。で、こっから先もさらに伸ばして、こっち方向に伸ばせればいいかなと思ってます。なんだけどね、どうしようか。工場建つかな。今は結構建物が建て始めてるんで、あんまり遠くまで発展させると、全体的に資材が足りなくなる恐れもあるんですけれども。まあ、新しい路線出せばいいか。ここら辺から新しい路線を伸ばしてこうやってビーっていくのもありだね。そうしよっかな。あ、ここすぐ駅が近かった。まあいいわ。まあこんな感じでやっときましょう。こっちはそっか、資材がないからあれなんだね。じゃあ次は資材置き場置いていきます。うん、これでいいと思います。資材がちゃんと届いてるかの見ましょう。あ、できてるね。じゃあ、ここには伐採場建てよう。伐採場は林業になるんだね。OK。こっち側も発展してほしいから少しやっとこっか。こっち側もだね。これで大丈夫だと思います。あ、ここもやっとこっか。これでさらにどんどん建物が建っていくと思います。今790人ですね。まだ6月なんで大丈夫だと思います。じゃあ新しい路線の方増やそうかな。ここ資材置いたらどんぐらい増えるかな。あ、そんぐらいか。じゃあここら辺ちょっと工場置いとこう。これだと電車をね、通らせてもすぐ資材なくなっちゃうから。まあ、これでいいと思います。じゃあ、その間に上画面起動します。赤羽さん聞きましたか？ソ連が世界で初めて有人宇宙飛行に成功したそうですよ。はい、新聞で見ました。まさか人間が宇宙に飛び出すなんて想像もできないですよね。全くです。その宇宙飛行士によると、どうやら地球は青かったらしいですな。一体どんな青なんでしょうね。海の青、空の青、見てみたいな。それでは広大な宇宙を旅する鉄道を視察見てはいかがだかな。白川部長、そんな童話みたいな話持ち込まないでくださいよ。なるほど、いい考えですな、白川さん。それなら私は火星人と交渉していい物件を探しますよ。遊部長も乗っからなくていいですから。列車の運行は私に任せてください。各惑星間の輸送安全に行います。森下さんまででもいい加減してくださいよ。宇宙は男のロマンですからな。そして地球のとこはいつまでも青臭かったと。
はあ、私にはついてきませんね。というお話をしているうちに工場が毎回立つんですよね。すごいタイミングだわ。一応赤字になってないかのチェック。大丈夫かな？じゃあ新しい線路を伸ばしていきまーす。こっからスタートで大丈夫かな？このスタートでまっすぐ行きって、これほん、ほんとに住宅ないね。ここにまっすぐ道があるんで、ここ取らせるか。よいしょ。ここで曲がれ、左して、こんな感じかな。うん。じゃあ次は息を立てていきましょう。駅は立てておきました。こんな感じでちょっと距離感がありますが、大体の地域に資材が届くように配慮しておいてます。じゃあ次は電車を取らせましょう。で、これで運行計画と資材の方はやっときました。まあなかなか開発するのに時間かかると思うんで、少し時間を置きたいなと思います。今6月なん、7月か、7月になったんで補助金がマイナスだって。まあ一年目だから特にプランは何もできないよね。季節はだけやっとこう。じゃあ、一気にこれで12月まで飛ばしたいと思います。時は12月22日です。で、BGM を下げて、では今何人ぐらい人口が増えてるか。お !3782 人余裕で超えてますね。よかった。余裕で超えちゃった。年間人口総殺3000人達成しました。お世話になっております。六本木です。これでようやく都市開発計画の目標に到達いたしました。本当に感謝いたしますわ。徐々に賑やかになっていく街の光景を見るのは何とも言えず、感慨深いものがありますわ。あの寂れていた街が昔以上の人で溢れ返るなんて、まさに御社の力添えがあったからこその奇跡でしょうね。そして何よりもここまでの開発を導いたあなたのおかげですね。今後とも長いお付き合いのほどよろしくお願いいたしますわ。それでは失礼いたします。六本木さん、なんだか嬉しそうの建物でしたでしたね。それはともかくこの街には産業の担い手となる人々が集まり、街は活気に満ち溢れてきました。これからは時代を支える人たちの生活がより豊かに、より安心して暮らせるような開発を目指していきたいですね。はい、というわけで本日はここで一旦終わります。次回は2年目、3年目、黒字いけるかっていうところですね。お金も250億円と余裕が出てきたので、子会社をいっぱい立てていきたいと思います。はい、というわけで本日ここで終わります。ありがとうございました。